作家ののでですすエスカのどりですよろしくお願いします。いますはい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、どうするイエス第47話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。いよいよもうラスト2話ですかね。もう本当の本当に、本当の本当の本当に最後の最後ですね。そうだね。はい。 なんかあんまり終わってほしくないなって、でもなんかこう、あれだね、あの家康さんの周りの人がいなくなっちゃった時点でなんかだんだんあれだねなんか終わりに、ね、近づく雰囲気がね。まあね、あの頃の仲間たちがね。<ー>でもなんかね、あの次回予告でしたけど、あの最後にあの仲間たちの,、ねね、あの声が聞こえてきてましたから、うん、もしかしたらちょっとね。えー お姿も見られるかもしれないっていうね。ちょっとそれも楽しみですけどね。ね果たしてエビすくいは出るのかっていう、ね。ああ、どうなんだろう。最初に来て見られるのか。<laughs> う<ーん> <laughs> あの三河の海り最後に見られるのかな。<laughs> <laughs> ちょっと楽しみです、ね、そこもね。はい。えっ、ー、と、7分。はい。まあ、堀をね、埋めるかどうかって、まあ、あいろんな駆け引きの中だよね。 うん、チャチャさんたち、チャチャさんとチャチャさんたちのこう妹さんたちがね、こう、うん、ね、あのー、協力してっていうところでね、うん、もうめちゃくちゃ危険度は高いよね、これだって、なかなかだよね。そうですね,まあね。やることって言ったらね、まあ、強い行動がある、強い交流ですよね。うん、ねいや、そうですよね。うん、まあ、いや、そうですね。 要するにどっちが譲歩するかっていうもうギリギリの交渉ですよね。で決裂したらまた戦になっちゃうっていうところなんで。あ<ー>ですよねまあ決裂したら戦だし。うん、でもね引いたらおめえそこまで引いてきたんかみたいなのを見られたりもするから引ききれないしっていうね。いやそうだよね。あまあ交渉でも本当にね命がけというか引けないけどどっちかがでもちょっとずつだけ合わないと。 ね決裂しちゃうっていうギリギリの交渉のね,ねところですね。怖いなあ、こういうのな、うんえー。で、次が15分ですね。はい。ちゃちゃさんのこう、家康っていうのを思いを聞くところみたいなところがあるんですよね。うん。まあ、これは背景に響く綺麗な交流になってますよね。いや、そうですね。うん なんかこう、憧れからこう、憎しみにちょっとずつ変わっていくというか、信じてたけど、うん、まあ、裏切られてしまって、それが憎しみに変わっていくっていうところですかね。たぶんまあ、うん、でも、ちゃちゃさんは多分あそこまで動かしていく、なんか、ある種の原動力にこれもなってる、ね。そうだね。うんうん、強いところですね,ね。そうですよね。たぶ、うん、内側にある、すごく強い、うん。にある、エンジンになってるような、ガソリンになってるようなものですよね。うん。うん で、はいえーえー、30分ですね、はい、家康さんの手紙を茶々さんが読むところっていう、うん、まあなんかだんだんね、こう分かってきたといいますか、うん、なんかいろんなことが、あのー、行われている中で、まあ、危険度はどん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 高くなるし、ダメージは大きくなるしっていう、い、うん、い演技でしたね。 いや、そうですね、うん、いやーこのね、こっからの流れっていうのがすごくいいというか、まあ、残酷というか、悲劇というか、そうだね。ね、なんていうんでしょうね。うん、こう、いや、そうなんですよね。まあ、だって、本当に理想の、まあ、プリンス、統治者を育てようとして、うんうん 育ててしまったがために起こる悲劇につながっていくっていうのはすごく残酷ですよね。うん、いやー、間違いないね。しかもちょっと本人的には、ちっちゃさん的にはちょっとなんかこう、その嫉妬の炎とか憎しみの炎自体がちょっと収まった段階で、でもそれが息子の秀頼に引き継がれていってしまうっていうい、ね。そうだね、はいうん。はい。で、まあそんなね、37分、秀頼さんがね。はい 最後ね、ゃちゃさんにこう自分で、まあね、決めていいよって言われた後の、ひどりさんが「ではー」っつって、共に乱世の夢を見ようぞっていうとこですよね。うん、もう、もう全員止まらないな、もう,もうな。そうですね。<laughs> いや、いや、うん、一人だったら止まれたんだろうな、多分な。一人だったら。<ー>ベッドでいたらね。 そうですねこれがね、やっぱこう、立場もあるだろうし、なんかいろんなもの、人生をかけた何かだからね、これね。うーんあー、止まんないな。そうですね、まあ集団の怖さというか、こう、群れの怖さというか、でもやっぱ人間の怖さでもありますよね、これね。あれですよね、こう、一人だったら止まれたかもしれないけど、そう まあそうですね人の怖さというか群れの怖さというか、ね、う集団の怖さっていうところですよね。も怖えな、ね、しかもなんかこう、うん、ねちゃちゃさんがこうそう育てようとしてそう育ってしまったっていうなんかねううある種こう息子を自分の理想像に育って 出ようとして育ってしまったがためにこう戦になってしまうっていうですよ、ね、そうだねうまくいきすぎたないやーそうですねえぐ、うん、いなあでも確かにね乱世の亡霊ですよねああそうだね、うん、しかもなんでしょうねこう いや、確かに直前まで押してたけど、でも止めようとしたところでパッと出ていって、ね、やっぱ戦になってしまうっていうのはすごく残酷で悲劇ですよね。いやそれね。あ<ー>いや、で、そんな家康さんももう満身創痍ですからね、もうね。いや、そうですね。もう外寒いから中入った方がいいよって言われてますからね。とまじにね。<laughs> いや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 ー。 だんだんそうだね。もうこんなだったんだね。<laughs> ね、でもそうですよね、うん。いや、めっちゃ長生きだもんな。うーん。あーだ、でも本当に5年違ったら10年違ったらね、うん、歴史は変わってたっていうようなところなのかもしれないですよね。そうだね。もう本当あとちょっとだったんだね。ね、でも本当そうですよね。うん、そう。 あとやっぱ豊臣家はこう一代で成り上がったからこうあれなんですねこう代々仕えてるみたいな人たちがいないっていうのがうーんやっぱちょっと大きな弱点というかう、ね、っていうところはねあったんでしょうね家康、うん、さんに比べてねそうだねうん家康はねまあまだあのー まあ、みんないなくなってるけど、その息子の代とかね、まだ名前出てきてないけど、多分いっぱいいたんだろうね。やっぱね、そうですよね。うん、代々使えてる、ね、普代の家臣たちっていうのがね。うん、そういや、それ確かにでかいですよね。いや、でかいだろうね、やっぱな。うんだってね、うん、わかんないですもん。だって裏切ったら殺されるもれない世界戦じゃないですか、戦国時代 <laughs> ね<え>。ね <laughs> いや、そしたらなかなかね、うん、そのね、 いや、いい人探そうって言っても、なかなかね、いや、こいつ本当大丈夫かなみたいなところちょっとありますよね。いやいやいや、あるよ、あるよ、そりゃあるよ。<laughs> ねえ、だって刀持ってるわけだしね。うん。ちょっと気に入らなかったらね、ザクッとやられちゃうみたいなところね、きっとあるでしょうからね。いや、ほんとだよね。ねはい、まあそんなどうするや康第47の、ちょっとベストシーン上げていきましょうか。 いや、やっぱ、ここ三37分、ヒデ秀リさんが、たださんにこう自分で決めておいって言われた後の、共に乱世の夢を見ようぞっていうところですよね。うん、もう、もう止まらない、止められない。そうですね。うん、ここのもう、シンプルだけど、めちゃくちゃ強いエネルギーのある強い行動ですよね。うんーー、ね。素晴らしかったです。やっぱ、ちゃんとカリスマでしたね。そうだね。うん うん、いいとこだね。いや、いいとこですね。うん、やっぱかっこいいし、うわ、行くぞってなるけど、でもそれがもうどん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 悲劇へと突き進んでいってしまうっていうね、そうだね。そして、いや、次回、ついに最終話楽しみですね。いや、そうだね。まあね、あ<ー>ちょっとさっき言ったけどね、あのはい、昔のね、そうですね、ねうん、仲間たちの声がちょっと聞こえてきてましたからね。聞こえてきたよ、気持ちた いや楽しみですね。楽しみだよね。たまあ、そのね、最後の最後、どんなシーンを思い出していくのかみたいなところもあるんでしょうね、きっとね。出、うん、てきますかね、えびすくいね。<laughs> ああ、ちょっとやるかな。ちょっとやるかな。うだろうな。まあ、いいシーンではあるけどな、えびスくいな。<ー> <laughs> <laughs> いやいやいや、まあまあでもね、素晴らしいよねうーん、要所要所に出てきてましたからね、エビスねいや最後はもう、伝説のエビスクイになったよねいや、そうですねあ、これが、短期本元の…ってね、その、息子の秀忠がねあ、これかってなってましたからねこれがーってなってましたよね乱世を生き抜いたエビスクイ、三河のノリがねいや、最後… 果たして出てくるのとかちょっといや楽しみですね。いや楽しみですね。はいというわけでドズリーアスの第47話でございました。ありがとうございました。します。はいこの動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録グッドボタンコメントスーパーサンクスぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。